三崎漁港三崎漁港区は、城ヶ島三崎漁港、海上より、水産庁の船三崎漁港、海上より遊覧船三崎朝市三崎漁港は、神奈川県三浦市三崎にある漁港、特定第三種漁港に指定されている。漁港周辺には、マグロ料理などの店が並び、東京から気軽に訪れられる日帰り観光地としても、人気がある。三崎の漁港は、 地形が港に適していて、早くから沖合、沿岸漁業の拠点として発達し、昭和初期からはマグロ類の水揚げで全国有数の沿用漁業基地として知られるようになった。大正11年、当時の三崎町海南に三崎漁港は開設される。関東大震災の被害を受けたことにより、昭和4年に現在の本港府島に移転。昭和30年代に入ると、 冷蔵庫を持った冷凍船ができ、マグロの遠用漁業が始まる。漁船や漁法の近代化と水揚げ高の増加伴い、昭和43年3月、市場を全面改築し、三期工業市場が完成した。平成4年からは、魚市場製氷工場、超低温魚市場冷蔵庫を建設。さらに、平成6年には、新工業市場が完成し、 現在、市場業務はこちらで行われている。1日に取り扱われるマグロは、400本から1000本となっており首都圏を中心に毎日出荷されている。ありがとうございます。